私の術式は対象を線分したとき7対3の比率の点を強制的に弱点とするものです。この呪霊の払い方、現時点で考えうるのは、粉々にする頭角呪法ガラガラ。なんてパワー、破壊した対象に呪力を込める拡張術式。一旦退きます。足早く直した方がいいですよ。え？見かけによらず無茶するなあの術師。相手の呪術師はどうかな。一度退くと言っていたけど、瓦礫の下かも。はい、ごめんなさい。今位置情報を送ったのでピックアップお願いします。1秒でも早く払わないと取り返しのつかないことになる。